今回の動画は、えー、っと、まあ、ちょっとしたお知らせですね。お知らせというか、まあ、宣伝をしていきたいと思います。まあ、私、以前から動画の概要欄に、Twitter の,のリンクは載せてたと思うんですけれども、まあ、この度、この動画のチャンネル専用のね、Instagram のアカウントを取得しましたので、あのこれからはね、そちらの方も、 ちょっっととずつ更新してていけたらなと思っております、まあ、そんな感じなんですけどもインスタグラム自体はもともと個人的なあのもう自分の知り合いのみに教えているアカウントがあったんですけれども、まあ、そちらはさすがにね個人的すぎることとかを書いているので、まあ、子供の写真なんかも。 載せちゃってるのでちょっと紹介することできないんですけれどもまあもっとね普段の私の行動まあ結構暇なの携帯いじってる時間も結構多いし子供が寝ている時とかねなのでまあ結構なんだろう暇だなと思ったらまあ適当な写真撮ってちょっとした文章をあげたりして。 インスタグラム更新したりとか一緒にねツイッターも更新したりとかツイッターに関しては、まあ、ちょっとインスタグラムは写真がないといけないので軽くちょっと長い文章になったりとか、まあ、日記気味になったりすることもあると思うんですけれども、まあ、ツイッターに関してはね本当になんかもうお腹空すいたとか。 どこそこそに行ってくるとかまあ簡単なことばっかり書いてるので気になる人がいるかどうかはわからないんですけれどもまあもしよければフォローししてて仲良くいいただければなと思いますそちらのねあのツイッターとかインスタグラムまあもともとツイッターしかしてなかったけど今回インスタグラムを作ったっていうのは私がそうだったんですけどなんか私の場合ツイッターってもう使ってる人が多すぎて嫌やな って思って個人的には全然使ってなかったんです。別に繋がりたくない人とも繋がってしまうじゃないですか SNS って。なんで私結構最近まで Facebook をやっていたんですけれども、それもなんかもういろいろねそんなになんかよくない人とかも友達申請をしてきたりとかしてもうそういうのが鬱陶しいなって思って。 あんまり、ね、交友関係が広い方ではなくてもう狭く深く派なのでどちらかといえばなのでフェイスブックの方はもうそういうのが鬱陶しくなってなんか特に関わりたくない人がなんかこうメッセージを送ってきたりとか,なんか私が投稿することに対してコメントをしてきたりとかして面倒くさいなって思ってフェイスブックはやめたんですよでツイッターもあの利用者数が多いだけにやっぱりそういうことがあるんかなっていうイメージが自分の中であってやってなかったんですよ でまあ、インスタグラムは非公開とかにもしやすいですし簡単に上げれるというか、まあ、利用してない人も多いみたいなツイッターをしょおるツイッターがメインの人は意外とインスタグラムしてなかったりとかあんまり更新してなかったりとかっていう人も私の周りでは多かったのでなので私はインスタグラムを アカウント作ってずーっとね自分の個人的なやつをやってたんですけれどもまあ、そういう人もいるのかなって思ったりしたんですよなのでツイッターだけじゃなくてインスタグラムを作ることによって、まあ、もうちょっとなんかこの動画を見てくれている方と交流できたりするのかなと思ったりしてまあこの動画のコメントでもね結構やり取りさせてもらってるんですけれども、まあ、いちいち YouTube に行ってで結構あのー。 YouTube のコメントってスクロールせな探せんかったりとかするじゃないですか。でまあそういうのがもしかすると面倒くさいなって思ってしまう方もいらっしゃるかと思いますので、まあ、もっと手軽な形でという意味も込めてあの Twitter のアカウントと Instagram のアカウントがございますのでもし何かあの私と仲良くなりたい <laughs> っていうかまあ いねやり取り取をしたい人とかもしいらっしちゃったらぜひねあのツイッターとインスタグラムのアカウントをフォローしていつでもね私が投稿した時にコメントをしてくださったりとか何かまあ、こんな私にそんなことをする人がいるかわからないですけれども何かもしねあの一人で悩むような相談事があった時にはいつでもねツイッターや インスタグラムのダイレクトのメッセージの方から送ってくだされば私が答えられる範囲であればあの答える可能性もありますまあ時間がねどうしても子育てとか主婦とかあの家事をしていたりすることもあるのでいつでも返せるってわけではないんですけれどもまあ時間があれば返していきたいなと思いますのでもし興味のある方はぜひインスタグラムツイッターのえー、とフォローおよび交流の方 よろししくお願いしますはいそんな感じでまあそういう宣伝というかインスタグラムのアカウント作りましたよっていう動画ですアカウント自体は多分リンクにこれから載せあの概要欄にねリンクとして載せていくことになると思うんですけれどもまあそれから飛ぶとあのアプリじゃなくてネット上のやつに一旦飛んでしまうのでそれがうっとうしいっていう方はね是非アプリの 人の検索のところからですね、落ちり社長と調べていただければ、大体検索に引っかかるかと思います。なので、もし興味のある方は是非フォローして、大したことを更新しないんですけれども、まあ、コメントとか、いいねとかしてくださればと思います。私も、インスタグラムってなんか結構つく、アカウント作ったら変な、なんか宣伝の人、なんて言うんだろう。 なんかお金の稼ぎ方みたいな要わからんアカウントの人がすぐねあのフォローしてきたりしてあ,のあれなんですけれどもまあコメントとかで「動画から飛んできたよ」とかって言ってくだされば私も。 フォローをお返ししますしまあ、時間がある時に見てもし何か投稿されていたらあのいいねだったりとか、まあ、共感できることがあればコメントをしたりすることもあるかと思いますのでぜひね私そんな大したあれじゃないので交流していきましょうって感じですそんな感じです。 まあ、こんなのねめんどくさいっていう方は別にしなくてもいいしまあなんか言いたいことがあれば別に今まで通り YouTube のね動画のコメントに書いてくださってもいいですしまあもっと深く仲良くなりたいっていう方がいらっしゃればぜひ Instagram、Twitter よろしくお願いしますはいそんな感じで今回の動画でしたではね今回の動画に関してもし面白かったと思ってくださる方がいればぜひグッドボタンやチャンネル登録の方よろしくお願いしますそれでは今回もねこんなしょうもない宣伝の 動画を見ていただきましてありがとうございました。